シャルル・コッテは、フランスの画家、版画家である。オート・イコール・ロワール県のルピュイアンブレで、裁判所の判事の息子に生まれた。マイヤールという画家に学んだ後、パリのエコール・でボザールで、ピエール・ピュビス・ド・シャバンヌに学んだ。私立美術学校、アカデミー・ジュリアンで、アルフレッド・ロルにも学び、後に、ナビ派の画家たちとして活動する画家たちと知り合った。エジプトや、イタリアやレマンコを旅して、 作品も描いたが、1886年頃から、題材にした、フランス、ブルターニュの風俗を描いた作品を描くようになり、有名になった。1890年代の後半から活躍した、ルシアン・シモン、エドモン・フランソワ・マンジャン、アンドレ・ドーシェ、ジョルジュ・デ・バリエール、モーリス・ドニといった画家たちと、バンド・ノワールという画家グループに分類される、ポスト印象派の世代の画家であるが、 同時代のブルターニュで活動していた、ポンタヴァン派の画家と違いより、写実的で暗い色調の絵画を描いた。ありがとうございます。